里崎チャンネルジョップ、こんにちは。さあパリーグも最後です、はい、もう最後ですね、はい、早かったですね。早いですね。何気に、まあ、2日間に分けてますしね、うん、しかも加藤さんは3日間に分けてめっちゃ楽しいですね、やってて、はい、いやなんか追いかけるの面白いですね。いやめっちゃ面白い、これ何気に面白い、はい、うん、この企画売れると思う何にですか、うん、メディアにメディアに、うん、あこういう番組やりましょうとか、うんうん、めっちゃ面白くない？楽しいです、ね、はい、去年のドラフトの通信簿みたいなのはもうちょっとやったら場合は、はい、もう皆さんね思ってください、はい、あ、里崎チャンネルのパクリだなそうですね、これ1年前からやってますからね。そう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 、まあでもやると思うよ、はい、だってどうせどこでもあるようなことじゃん、はい、それをできるかどうかがね、そうですね、勝負なわけで、うん、だって指標価ですって言える？なかなかね、言いづらいですよね。でも事実だからね。俺何回も言ってるけど、はい、見て言ってるだけだから、はい、そうですね、だからやっぱ事実は覆せないもんね、はい、プラスまああれですよね、佐藤さんのまあどういう基準でっていうのはまあ好みで喋ってるわけですからね。そう、うん、みんな好みだからね、はい、さあということで、はい、今日はソフトバンクホークス、はい、ね、今首位で、うん、昨日勝って、はい、やっぱね最近総チェックやってないからあれですけど、うん、やっぱこのね火曜日、水曜日の試合はね、すごかったね、駆動采配的には。あ、そうですか。あの、火曜日、もう山本千賀の投げ合い、もう4試合ぐらいやってきてんの、うん、オリックスとソフトバンクがカースの僕になるから、はい、でそこで山本千賀投げ合ってて、で最近あの、山本が勝ってきてたから、うん、多分ここで千賀を水曜日に変えたので、はい、でこれは多分、2連敗とか3連敗しないように、うん、山本で負けたとしても必ず千賀で勝って1勝1敗もしくはオリックス戦を2勝山本で負けても2勝1敗に乗り切るようにする戦略、はい、万が一千賀立てて負けたら3連敗したらやばいと、うん、っていう僕はいい戦略だったと思うんですよね、はい、でそれで火曜日に笠谷先発させて、でそしたら中継ぎがもう中継ぎ超、うん、もうリリーフ、うん、当てて、うん、で勝ったんですよ。勝ちましたね。で昨日も千賀で勝って、うん、もう策バッチシですよね、うん、もう連勝ですね。で逆に裏でロッテが、はい、まあね初戦は勝ちました、袴田さん見に行ってて、はい、神通力も通じなくて、なんかもうコメントにちまロッテファンの勝利の女神になったんですねとか書かれてるまあね、あのいい捉え方していただければ、うん、はい、序盤はね、はい、完全楽天ペースで、いやもうもう進んでて、しかも速攻ね、はい、もう初球に作戦で、はい、見事ハマって、うん、で3対0 でそこをね追加点取りきれなくて、まあ、石川が踏ん張ったっていうのもあるんですけど、はい、で終盤ねあのノーアウト1塁で、うん、辰巳のバンド上げて、はい、王吾が飛び出して、はい、あれはねあんだけ上がってたら戻るよって話なんですよ、はい、でそこでダブルプレーだってこれ解説しててちょっと流れが変わるかも分かんないですねっていう次の攻撃で西巻がライト前ヒット打って、はい、そっからねあれも2ストライク追い込んで、はい、インコース振り遅れながらでアウトコースで、うん、もうあの舐めた配球ね俺は言ってるの解説も舐めた配球っていう言ったんですか、うん、だからあそこを西巻だからって言って、はい、もうちょっと丁寧に投げとけば、うん、しかもその前の回にバントして空気悪くなって流れが変わるかもしれない、しかも6回っていうのは一番失点する確率が高いイニングっていうことを考えた時に、はい、もうちょっと慎重になってもいいところを、うん、その西巻やっていうところとちょっと舐めてかかった配球も含めて、はい、でそれが最後ね2ストライクから甘めに入って、うん、もちろん打った西巻がすごいんだけども、はい、で打ってでその後藤原でボール先行して、うん、でフォアボール出すわけにいかない甘めに行って藤原が打ってっていうところで、で、まあ、そこをなんとかね、はい、1失点で抑えながら、うん、もう1失点、1失点、1失点、1失点みたいな、で左続くのに負けた出して、いや、松井投げ、なんで投げさせないんだみたいな、左ばっかりなのにっていう、うん、でそこもあって、最後、ボセニスが打って、井上が泣くっていうね、はい、までがセットで、そうですね、いや、でもなんか負けて、まあ、私はイーグルスを押してるので、うん、負けて悔しかったんですけど、あの井上選手泣いてるのはやっぱちょっともらい泣きしそうになっちゃいましたね、だからね、はい、プレッシャーかかってんだなっていうね。うん、でもすごいです、逆にすごいですよね、はい、俺はそういうのじゃ涙出てこないもんね。あ、そうですか。あの悔しくて泣くことないから、まあ、井上のやつは嬉し涙だから俺はまだいいんだけど、うん、あの悔しくてだからベンチで泣くやつとかあんま好きじゃないの。あ、なるほど。うれし泣きは俺はかいいと思うのね、はい、でもそミスして泣くって、うん、いやそれを見られて、はい、かっこ悪いと思わへんのかなっていう、まあ、でも俺はもう思うのね、はい、だからそう見えるところでなんか嬉し泣きはやっぱいいけど、はい、みたいな。え、でもこっちももちろんファンとしても嬉し泣きを見たいですよ、うん、そういうどう思うやろ、はい、泣いてんじゃねえよ、裏で泣けよ、まあ、見せてんじゃねえよみたいな、まあ、帽子で、ね、隠してる人とかいますけどね。いや、そう、もうロッカーで泣けばいいやろみたいな。はい、そうですね。い
や井上選手の見でよかったなっていうところでね、今3ゲーム差になって、はい、ちょっとね、うん、こうまずいぞロッテみたいな感じになってますけども、はい、まあ、昨年のねソフトバンクのドラフト、はい、これソフトバンクの動画ですよね、うん、たまにあるね、はい、全く関係ないチームの話するチームです、はい、ソフトバンク去年、はい、投手1人、捕手1人、内野1人、外野2人と、でドラフト1位佐藤選手、はい、走行3秒揃っている選手はそういないと、うちは右打者が少ないので、うん、即戦力で考えて取りましたと、うん、次の世代を担う野手を取るのが急務というところで、ドラフト1位はね石川選手行って、はい、で抽選で外してあの佐藤選手っていうところでねドラフト1位取りましたけども、はい、遠投 115m 50m 5秒8身体能力抜群、うん、走行手が揃う、ね、アマチュア球界屈指の好選手というところで、はい、2軍で46試合出場26安打1ホームラン18打点15盗塁2割1分8厘、うん、ちょっと寂しいですね。そうですね、まあ、ちょっととかだいぶ寂しいですね。うん、46試合出てますけれども、そうですね、2割台で、まあ、あのソフトバンクはね3軍まであるんで、はい、2軍でもそのかなりね、うん、競争激しいん で,、はい、でしかも1軍から降りてきたね外野手だった長谷川選手とか、はい、来た時に出ていくん で, そうです、ね、なかなかね2軍でもあの試合が約束されてないっていうところで、はい、まあね、あの即戦力で考えて取れましたって言ってね、まあ、即戦力には全くなってないっていうね、うん、ところです、はい、厳しい目線ですけども、はい、まあ、足がね15盗塁してるってことは、まあ、見せるところは見せてるんですけど、やっぱ打つのがね、うん、結局は走守は出しやすいんですよ、はい、こうがね、うん、そんな簡単じゃないですよね。でもね一番重要なのはこうこうなんですよね。あ、そうそう、打てば試合出れますっていう、ね、はい、だからあのロッテ戦だとね、うん、西牧とか多少守備ヘッコでも、はい、打ちは出れるからね、はい、ね、打ちましたからね。そう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 、はい、打ちゃいいんだもん、うん、で2位が、うん、海の捕手、はい、東海大学からね、はい、っていうところで、1軍が1試合出場、うん、で2軍では43試合、2割4分というところで、はい、まあちょっと苦労してますね。うん、まあ、ここから勝負時ですね、はい、でも2軍ではまあレギュラーで出てる形なんですね、うん、まあ、でも後にあの、キャッチャーでいうと久喜選手とかもいるんで、はい、あ、そっか。で久喜選手はね1軍に上がってきてホームランね打ってっていうところも、はい、まあ、出場試合はね、うん、少ないんですけども、はい、で、まあ、甲斐がいて、うん、で高谷が、まあ、今ちょっと怪我で抹消されてますけども、はい、まあ、そんなまあね激戦区ですからね、うんうん、でもまあちょっとまだもうちょっと打たないとホームランも0本だからやっぱ打っていかないと甲斐、うん、に勝てないよね、はい、違うところを見せるって考えたらね、甲斐、まあ、選手がドーンっていますからね、うん、そうそうそう、だからまあちょっとまだまだプロの壁に阻まれてる、まあ、ここから修行ですね、はい、で3位、津森選手、はい、横手から最速149キロ東北福祉大学から速球派、目標は元ヤクルトイムチャイナというところで、1軍で14試合、はい、1勝3ホールド 2.76、 いいじゃないですか。いいですね、はい、2軍では10試合、うん、1勝1セーブ 1.29、 やっぱ1点台、やっぱ2軍で1点台がまあ1つね、はい、まあ、でも14試合ですからね、うん、でも怪我もあるのかな、ね、でそれでっていうところでね、はい、もあるけども、まあまあでもまあ光る形はね、うん、見せてますよね。そうですね、あとはもうプロでね1年間なんか投げ抜いていく強靭な肉体がね、はい、必要ですね、はい、4位小林選手、打っては通算30本、投げては最速151キロを誇る二刀流っていう、ね、うん、ところですけども、1軍2軍で2試合しか出てない、はい、まあ、高校卒業ね、だから多分3軍の方かな、3軍の方で試合出てるかも分かんない、はい、5位柳町選手、はい、慶応大学から、うん、1軍では6試合打率0割、2軍では48試合40安打3本塁打2割7パーチ、まあまあ2軍では結構いい感じだよね、うん、そう3割近く打ってますね、うん、でもまあね1軍では柳田含めて外野が厚いんで、うん、はい、そこで、まあ、どこまで勝ち抜いていけるかですね、うんうん、そうですね、でも期待はすごくなんか持てる選手ですね、そうですね、でそこからがね育成で石塚選手、大関選手、伊藤選手、勝連選手、船越、荒木、村上選手がね、はい、育成で入ってますけども、まあ、多くはね、多分3軍やと思うんですよ、うん、で、試合で出ると思うんで、はい、まあ、ここ、まあ、このチャンネルは2軍までの成績しか出さないんで、はい、まあ、そういった意味でも、だからまあ、まあ、やっぱりレギュラーのね、うん、層がソフトバンクは厚いん で,、はい、でしかもでもまあ、で今だったら今年だったら今宮が怪我して川瀬出たりとか、周東がね、うん、去年まではダイソーだったけども、はい、今年はセカンドで出たりとかもしてるし、うん、栗原選手も定着しましたね、そう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 、だからかチャンスはあるんですよ、うん、そこを勝ち抜けていけるかっていうところでソフトバンク、うん、昨年ドラフトの評価、はい、こちらです、はい、C です。あ、 C になりますか、はい、はい、まあ、やはりドラフト1位で
即戦力って言って取ってるのに、はい、1軍の試合に1試合も出てないっていうところで、うん、まあ、これはちょっと、うん、あの1年間の評価としたら、はい、思い通りにはいってないですね。まあ、そうか、社会人を出て即戦力って意味ではそうですね、はい、で海野選手も、うん、あの大学日本代表でも4番を務めた打撃も魅力の即戦力捕手って言いながらも、はい、まあ、1軍で1試合しか出てないっていうところで、うん、まあ、その、まあ、甲斐高谷、うん、高谷が怪我したところっていうところもあるところでもね、まあ、そこで、まあ、プラスアルファになってないところっていうのは、うん、まあまあちょっと予想には反してますよね、はい、で津森選手いい形で投げてるんですけど、はい、やっぱ14試合は寂しいですよね、うん、もうちょっと投げてほしかったなっていうところはありますけど、うん、でもまあ数字上はいいんで、うん、来年以降にはかなり期待、はい、もう中枢にね入ってくる可能性は十分あるんで、ポテンシャルがあるのは分かりましたからね、はい、で小林柳町選手っていうところでもね、はい、まあ、2軍でもっていうところもあるし2軍ではっていうところもありますけども、うん、まあ、全体的な通して形で見ると1年間だけの評価でいうと C ですね、はい、はい、やっぱり、はい、まあ、これからどうなってくるか、そうそうそう、来年以降はな、それは知らないっていう、はい、上がるかもしれないっていう、ね、ソフトバンクだって育成からね、スター選手になる人がいっぱい、この今言ったね、この大関選手、伊藤選手、ここかが来る可能性もね、千賀投手みたいになったりとか、まあ、ありますし、ね、そのヤクルトにね、あの移籍したあの長谷川選手ね、もう一軍でずっと投げてるっていうところもあるんで、はい、まあ、来年以降はね、はい、まあ、さらなる期待したいところですけど、1年間の評価でいうと C ですね、はい、はい、というところで、今年ドラフトどこ取るんやっていうところで、はい、ソフトバンクは得点419で、2位、うん、失点が343で、もう断トツ1位、もう唯一の300点台だもん、はい、でホームランが108本で1位、で盗塁76個で2位、うん、で打率2割4分3厘で4位、あ、打率はそんななんだ、で防御率は 3.11 でもう断トツ1位、断トツだよ、はい、だから2位のロッテが3割9分3厘だから、もう約1点違う、全然違いますね、うん、でエラーが45個で2位、わお、全部いい、うん、っていうところで、はい、まあまあいいですね、数字上はまんべんなく、うん、でもフォアボールが多いんだよね、チームとしては言ってましたね、そうでしたね、はい、っていうところがあるんですけど、うんうん、まあっていうところで、じゃあ誰取るんやっていう、はい、でもね、はい、取らなきゃいけないところ決まってるんですよ、はい、あとソフトバンクもね、うん、誰とか知ってんですよ、あ、もう知ってんですね、残念ながら、はい、結構知ってんですよ、はい、はい、ポジションどこだろう、どこ行きますか、でやっぱ先発かな、じゃあもう発表しましょうか、はい、誰取るか、はい、ちょ名前があ、じゃあ早川くんじゃないんだ、名前間違える、はい、下の名前も言いたいですか、そうですね、はい、下の名前見た、そうだ、もう下の名前とか覚えてないじゃん、うん、ちょっとね、まだこの段階だと覚えられないですよね、どの段階でも覚えない、俺 下の名前とか知らないもんね、そうですか、チームメイトもフルネーム知らないやついっぱいいるもん、あ、そうなんですか、うん、そう、相性とかニックネームで呼ぶから、はい、名前なんだったっけみたいな、下の名前なんだったっけみたいな、じゃ あの柳田選手とか分かります、下の名前、ソフトバンクの、はい、柳田裕樹、ピンポーン、おー、危ない、俺千賀知らない、下千賀広大、あ、広大、あ、広大、おー、はい、そう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 、はい、いや、下の名前とか本当分かんないよ、はい、袴田秀俊当たりだよね、おやったのにあ、そっち、袴田さんの、そうです、俺プロ野球の方かと思った、そうですね、うん、前間違えましたからね、この動画で、あやえでしょ、はい、さすがにもう知ってます、前なんか、ね、間違えました、あやねとか言いましたよねよかったです、覚えていただいて、やっぱ下の名前はね、じゃあ袴田さんいくよ、はい、下の名前ね、杉谷健司、お選手ブセニッツ、ブセニッツ、アラン・ブセニッツ、おいじゃあウィーラー、あ、ウィーラー、ウィーラー、ハクションハクション大魔王じゃないですか、何ゼラスウィーラーです、ああ、はい、やっぱ難しいね、難しいです、これ面白いね、面白いですね、うん、はい、下の名前失礼ですけどね、うん、名前だってって確かにめっちゃ失礼ですよ、 OK、 あ、読めないんですね、はい、はい、福岡ソフトバンクホークス第1回選択希望選手佐藤輝明、ああ、近畿大学、はい、はい、1位です、ああ、そうなんだ、野手行くんですね、やっぱり、はい、そのサードのマッチの後継がいないんですよね、うん、はいはい、後継者っていうところと、うん、でやはりやっぱ外野も取りたいっていうところがあって、うん、まあ、サードと外野を守れるんで、はい、そういったところで、まあ、今年アマ球界ナンバーワンって言われてる佐藤くん、はい、行くんじゃないですかね、うん、1位で、ああ、そうなんですね、はい、え、じゃあ佐藤くんの下は、だから照明だってさっき言ったじゃん、あ、違う、2位かっていう私たちゲームを始めると思ったんですね、いや、まあ、
ゲームの流れで下って言ったらもう下の名前の話の流れちゃう今。そうでしたね。テラキ私も覚えました。はい、覚えた。覚えました。こうやってやっていくと覚えるから逆にいいね。いい勉強になるね。はい。うん。そんな何でもかんでも最初からみんな知らないからね。そうですね。鬼の首取ったように知らないじゃんって言うけど知らないよね。そんなのね。今勉強中だから。はい。さすが勉強中なんですね。アマチュア選手はね。アマチュア選手、はい。しかも今年はちょっと見れてないから、うん、これをしながら勉強していくっていうね。はい。まあ甲子園もなかったですしね。パワー系内野手。はい。あとね、特にね、二遊間のパワー系内野手が欲しいんだ。はい。まあ、今宮も怪我勝ちっていうところと、うん、まあ、川瀬周東がやってるけども、はい、まあ、どっちかっていうと、スピード系じゃんね。うん、だこの二遊間もちょっとパワー系が欲しいかなっていう、はい、だからまあ大げさに言うと野手野手でもいいんちゃうかっていう。あ、そうですか、うん、ピッチャーはでもまあまあでもいいですもんね、防御率もいいし今の状態で。そうそう、だからあのピッチャーは怪我するだけであって、うん、人がいないわけじゃないから、はい、そう怪我しないで投げれたら人はいると思うのね、はい、でまあ育成とかでもいい選手もいるし、はい、でそこで内部的にもできるんちゃうかっていうね、うん、だからでもやっぱそのパワー系がやっぱりいないっていうところを考えると、はい、まあ、二遊間のパワー系は、うん、まあ、佐藤君、ピッチャー、二遊間のパワー系でもいいから、うん、俺は取った方がね、いいと思うよ。まあ、できれば上位の方で。上位の方でね。うん、やっぱそんなに、やっぱりいないから、はい、二遊間のパワー系っていうのはね。うんうん、だからそういったところでも、やっぱその二遊間のパワー系、二遊間パワー系いるかな。東国市大学、本山飛雄、はい。へぇ、内野手。次第から、はい、いいね、この選手いいね。どんな感じですか。うん、大型ショート、うーん、フットワーク軽い、フィールディングもいい。3年時には大学日本代表として日の丸も背負う。おー、身長180センチだからね。おお、大きい。うん、長野県佐久長聖、甲子園出てます。うーん、いいですね。うん、あとはさっきの、さっきのっていうか、まあ、動画上は昨日とかおとついだけど、はい、北君とかね、ああ、言ってましたね、はい、明石商業のね、うん、はい、っていうところも、あるし、うんうん、あと愛知中京大中京の中山ライト君ね、うーん、っていうのも、まあ、回とかで取れたらいいんじゃないのかなっていうね、はい、あとは、横浜高校の渡来龍樹選手、うん、お父さんは元ヤクルトの渡来さん。あ、そうなんですか。だからヤクルトがね、取る可能性もあるんですけど、っていうのもまあいいんじゃないのかなっていうね。はい。じゃあまあ野手集めに行く可能性は高いと。のがいいんじゃないのかなって俺が勝手に言ってる、うん。はい。予想です。袴田おすすめ情報、ちょっと内野野手あんまりいなくて、はい、ちょっと今回出せないですね。そうなんですか。ちょっとピッチャーばっかり揃えちゃった。でもやっぱピッチャーもいるっすよ。まあそうですよね。いいのいますよピッチャー。いますよ。じゃあこれもちょっと里さん寄りの、ああ、はい、いいですか。ああ、はい、まあ福岡なんで、はい、ちょっとそっち方面で。そっち方面。はい。徳島県出身の。遠いね。いや半分に割ったらこっちがじゃないですか。まあまあまあそうだね。はい。はい、セガサミーの。セガサミー。森玄斗投手。うん。で結構上位で行く投手だと思うんですよね。板野高校ってところで知ってます？知ってる、隣の高校。あ、そうですか。うん、板野高校から。荒削りの馬力ある右腕、152キロ、はい、速球派、うん、なんかソフトバンクが好きそうだね。いいじゃないですか。しかもソフトバンクは、はい、その森が、うん、森もそうだし、バンド、うん、徳島県2人いるし、あ、だからいいんじゃない。いいじゃないですかね、はい、徳島つながりで。もう2位ぐらいで行った方がいいかもしれないですよ。そうなの、そんな早め。はい、2位いなくなる。はい。え、私のメモでは上位狙えるって書いてあるんですよ。本当。はい、上位って1位です。3位ぐらいでいいかな。だってはい、ソードバンクは今1位でいた場合、うん、ウェーバーが2巡目と3巡目がすぐだから。あ、そっか。だからそこの優先順位で考えると、はい、俺は3位でいいんちゃうかと。4位までだともう1回っていうのはこうだから、はい、そこまでは うん、そんな評価高いんだったらね、はい、袴田さん調べて、はい、だって残ってないかもしれないから、だから3、まあ、本当に欲しかったら3位だね。3位、うん、じゃあソフトバンクの3位で、うん、めっちゃ勝手に決めてますけど、うん、いやだってそういう番組だから、うん、そうですね。それが楽しいんですよね。そうそうそう。でも俺はもうパワー系の内野手、はい、マスト、はい、で1位2位どっちかでは絶対取った方がいいし、はい、二遊間のパワー系のある選手は取った方がいいんで、はい、まあ、そこは補った方がいいかなと思いますね。うん、そうですね、はい、わ、はい、かりました。じゃあ当日どうなるのか、あとね、答え合わせもちゃんとするんでね。あ、そうですね、はい、終わった後のね、はい、皆さんそっちのセットにしてね楽しんでいきましょう。はい、はい。